シェア畑式三円アドバイザーの下道です。今日はゲリラ豪雨の発生前の対策についてご紹介します。近年異常気象によって急に大量の雨が降るゲリラ豪雨が起こったり、強い雨が何日も降り続くことがありますので、発生前の対策について5点ほど紹介します。上の空を見てください。撮影中ですけども、ゲリラ豪雨に適した条件の雲行きです。今にも降りそうな雲模様です。ヒヤヒヤしながら撮影してます。それでは行ってみましょう。まず対策の1点目は、雨水を少しでも早く排水するために畑の水の流れを一定方向に流れやすいように、畝と畝の間の通路に溝を作ることです。実際にやった方が分かりやすいので今からやってみます。畝と畝の中間付近を深さ約10センチぐらいの溝を作っていただきたいと思います。水の流れは向こうの方に流すように今考えております。作ります。今約10センチの深さで溝をくわで掘りました。雨水は両サイドの畝からこちらの方に流れ込んで、溜まった雨水は向こうの方向に一定方向に流すように溝を掘ってます。そうすることによって畝の中に水が浸透しなくて、根腐れ等を予防できますので、ぜひこの方法は効果がありますのでやってみてください。2点目は、畝と畝の間を豪雨の前に耕しておくことです。耕すことによって水の浸透率を高め、水はけを良くすることができます。特に硬い畑や踏み固まった畑では有効です。ではやってみます。スコップでこのように、掘っていくだけです。このように通路を掘ることによって水はけが良くなります。もしくはクワでもできますので、クワでもやってみてください。今耕し終わりました。これでも解消しない場合は、もみ殻とか藁とか干し草をこの通路に並べることによって解消できますので、ぜひやってみてください。3点目は、畑の中に他の場所から雨水が流れ込むのを事前に土のう等を使って防ぐことです。こちらを見てください。雨水はこちらの方向から流れてきます。ここで畑に入らないように、雨水がここで土のう等を置くことにより防ぐことができますので、非常にこれは便利ですので、ぜひ事前にこういう作業をやっていただきたいと思います。
4点目です。トマトなどは雨の影響で実割れを起こす可能性があります。こちらを見てください。実が割れております。雨が降ったらこのように実が割れてしまいます。完熟して実が柔らかくなりますとこのように実が割れます。対策としましては雨よけアーチを設置することをお勧めします。アーチの設置方法については過去の動画でご紹介してありますので、そちらを参考にしてみてください。もしくは水切りネットをかぶせて対応してもよろしいかと思います。最後の5点目は収穫間近のものは豪雨の前に収穫していただきたいと思います。このように黄色く熟したトマトはゲリラ豪雨に遭いますとこのように実が落ちてしまいますので、その前に収穫をすることが大事になってきます。こちらのピーマンもナスも今実がついてますけども、ゲリラ豪雨により突風でエラ等が折れやすくなりますので、早めにどんどん取っていただきたいと思います。収穫の適時については過去の動画でご紹介してますので、そちらを参考に見ていただきたいと思います。今日はゲリラ豪雨の前に対策することを5つ紹介しました。なんとか雨も降らずに撮影が終了しました。シェア畑四季菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。またねー。